はい、こんにちは。中学受験さくらチャンネルの竹谷直樹です。今日もですね、自宅から歩いて10分ほどの、ビジネスホテル、名古屋クラウンホテルから、動画撮ってるんですけど、その昨日ね、名古屋クラウンホテル突然泊まることになったんだけど、どのプランにしようかなと思ったら、レイトチェックアウトプランっていうのができててね。で、よくよく考えたらね、このホテル5年か6年ぶりぐらいなんですよね。ものすごくね、久しぶりだったんです。いろんなことがある間にね、ちょっとずつ変わりますよね。でね、レイトチェックアウトがあったらいいなってね、ずっと思ってたんです。っていうのはね、僕は大抵はね、授業が終わってから入るんで、温泉入って、マッサージしてもらって、でもう1回ぐらい温泉入ってね、で寝るとね、もうね2時ぐらいなんですよね。でここね、朝ごはんが美味しくてね、朝ごはん食べてまた一風呂浴びて、でチェックアウトが10時なので、外ねちょっとねたっぷり寝れないんですよ。だからずっとね、もうちょっと遅くならないかなと思って、で10時チェックアウトだとね、もうね10時5分ぐらいにね電話がかかってくるんですよ。どうすんだって言って、ああなんかね困ったなと思ってたら、3時までレートチェックアウトいいって言うから、そういうプランにしたんです。で昨日はね、あれからもう一温泉入って、でバタンと寝ました。でやっぱりね、朝起きれないんですよね。で起きたの9時半で、でもう一回お風呂入って、なんか体温まったらまた寝ちゃってね。で一回昼にちょっと外出てご飯食べて戻ってきたらまた寝ちゃってね。でまあもう今もう、2時過ぎたところなんですけど、でパソコンきれいに拭いて、ね、パソコンもねほこりだらけでした。もういつもね、なんかいろんなものがねくっついてね、手垢だったり食べかすだったりね、そういったものがこびりついちゃってね、いつもアップしているパソコンをきれいに拭いてるとね、あお前も大変だったななんて思いながらね拭いたんですけど、でまあたっぷり休めました。やっぱりね、3度寝ってやっぱりすごいですね。目がねもうパッチリしました。で昨日のマッサージ師さんもね、なんか素晴らしいマッサージ師さんでね、あこれがそのいつもやってもらってたマッサージ師さんだよって僕は思ったんです。疲れ方がね、5年前のストレスフルな時と今とではまあ違ってますけどね。で今日はね、ちょっと昨日に関することでね、昨日親がね、諦めると子供は目覚めるんだっていう動画を上げましたけど、これね、実はね、その時にね、一つね、僕言い忘れてたことっていうのがちょっとあったんですよ。でもうこれだけのね短い時間でね、いろいろコメントいただいてね、ありがとうございました。でそのコメントの中でね、一つね、うちの生徒さんのから元のね、教えてた生徒さんの保護者の方から LINE が来て、で LINE でコメントしますって言ってきたんだけど、僕ね一つね、昨日の動画の中でね、言い忘れてたことがあるんですよ。それはね、どんなことを言い忘れてたっていうかっていうとね、息子がね勉強しない時に、もう勉強しないなら勉強しないでいいと、ね、もうそれでいいんだと、何も言わないでおこう、何も言わなくていいんだって言ったら何にも気にならなくなったっていう言い方をしたと思うんですよね。でもね、それはね、
間違いですよ。実際にこれはもう何も言っちゃいけないんだと。たとえ息子が寝てばかりいたとしても、何もしないでね、パソコンばかり見ていたとしても、まあうちの息子はゲームはしなかったですけどね、でもパソコンをじーっと眺めていましたよね。でたとえ、何をしていたとしても気にならなくなったんじゃないんですよね。とにかく何も言わないでいる、見守るんだと。で今の寝てしまう息子を受け入れる、動画を見てしまう息子を受け入れる、でそして起きなきゃ起きなきゃと思って目覚ましを何個もかけてね、でも一向に起きないんですよ。もうピリリピリリね、僕は寝るの遅いですからね。で彼は早く起きようとするね、ピリリピリリね、そのアラームが鳴る、僕は迷惑なんですよ。でそれをブツ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 ね文句を言ってたんだけど、でもね、要するに朝起きなきゃいけない、起きて勉強しなきゃいけない、30分だけ仮眠を取ってその後勉強しなきゃいけないって思ってるんだけれども、起きれないのが今の息子なんだ。だから起きれなくてもいいんだと、見守るんだと思うのは、これね非常に辛いことでした。最初はねハラハラしましたよ。あ、こんなことやってるんだって思ったらね、いやこんなことやったら後で失敗するよって思ってね、それを言いたくなる、こんなことやっちゃダメだよって言いたくなる。でも言いたくなるけれども、あ、今はこうやりたいんだなって思ってね、こうやってる、まあ息子を見守る、娘を見守る、代わりにやってあげたくなるんですよ。代わりに忠告してあげたくなるんですよ。それをねぐっと抑えてね、見て見ないふりをしてあげる。これはね最初はね結構つらかったです。もう僕がね慣れちゃったから忘れちゃったんですよね、辛かった時の気持ちを。でこれをまあ繰り返していくと、あ、で自分でもね見守ることができるようになって、ハラハラしてても、あ、そのまま見て見ぬふりをする、見ていてあげる、見守ってあげるってことができるようになってくるとね、やがてね子供はねほとんどの場合自分で修正しますね。親が見守れるようになると子供は修正しますよ。これはね不思議ですよね。でそのね辛いですよっていうのをちょっと言い忘れました。であとそれとね、もう一つはね、これは今この見守らなきゃいけないんだと、諦めなきゃいけないんだっていうのはね、もちろん中学受験でもまあ、あるんでしょうけど、まあ多くはね、まあ、対象がね、まあ、高校生か大学生か、まあ、社会人になりかかったか、まあもうちょっと年取った子供じゃないかな。中学受験の場合にもそういうそのどこかで手を離すっていうのは娘の時にありましたけど、ちょっと違うような気がしますね。でこのその親が見守れるようになるというのが、子供が社会に出ていく、まあ社会の中でね、自分で考えて自分の責任で行動していくことができるようになる一つのまあ要素じゃないかなって僕自身はね感じています。まあね、親もね成長して学ばなければいけないんでしょうね。そのことがねコメントに書いてあったんで、あ、これ俺忘れてたなと思ってね、まあそれをねまあ言わなきゃなと思って今日は動画を撮りました。まあこれでねすっ
っきりしたんでね、これでまた戦えると思います。今日は最後までご視聴ありがとうございました。